それではここでですね、伊達市おもてなし隊の政宗様と女子姫様にもう一度こちらに来ていただきましょう。政宗様、女子姫様、どうぞどうぞ拍手でお迎えください。いや、政宗様、本日は南奥州各地より武将隊の皆様援軍に駆けつけていただいてますね。いや、誠にありがたいことじゃ。これからも 武将隊の方々、さらにパフォーマンスがある、ぜひ楽しみにしていただきたい。ねえ、そうでございますね。さあ、それではここでですね、ゲストコーナーということで、ステージにお越しいただきたいと思います。まずはお隣、宮城県白石市より、白石戦国武将隊奥州片倉組の皆さんです。お願いいたします。戦国時代、かつて日本は群雄割拠の騒乱の時代があった。その中で奥州に天下を伺う一大勢力あり、破竹の勢いで奥州を制し、独眼竜と恐れられた男、伊達政宗。そしてその政宗の幼少期から片時もそばを離れず、後に名参謀として釣り鐘のごとく天下にその名を轟かせた男がいた。片倉小十郎、影綱。その小十郎を中心に関わる諸将が現世によみがえる。宮城県白石市の観光大使、そして公認武将隊であるその軍勢の名は、白石戦国武将隊奥州片倉組。伊達家重臣、白石若狭の神宗真。おう。ああ。先ほどのアイヌ武将隊様はバラの悪い政宗様がいたが、今日の片倉組もこわもてを揃えてきたぞ。そして2015年4月、片倉組初出陣である。するようなこの天気を我らには太陽が似合わないわ。伊達家家臣、白石若狭の神宗真なり。片倉家二代、鬼の小十郎、片倉小十郎重長。Thank you.
広石城初代城主片倉小十郎兼綱だ。おう、不忠の罪で関白の命に背くは不義の罪で、先祖霊々の家を滅ぼすは不幸の罪で、不忠不義不幸の罪を犯せば天の助けもあるべからず、伊達の先人片倉小十郎兼綱見参。一人の男が奥州の運命を背負い異国の地へと旅立った。我が故郷川崎町の幸を将来のこの地に励む者たちの活力となるため、立ち上がるべきは今、まだ見ぬその先へ共に参ろうぞ。お主たちの身はわしが守る。前人未到の通商外交の道、奥州の誇りのため、わしは決して諦めん。たとえこの命尽きようと、神よ、どうか奥州の民をお救いくだされ。主君政宗様が思い、それは慶長三陸大津、そして大津波によって壊滅的な被害を受けた我が藩を立て直し、皆の笑顔を取り戻すことが全てであった。伊達を手焼き衆が一人にして伊達の交渉人と呼ばれし我が名は長谷倉六右衛門常長。主君政宗様の手柄もののふなり。以上終わります。なんだこの名前。名前を言ってなかったな。な、そうですな。行くか。すごいっすか。し、いつもの名乗りを。わしが、名乗り？名乗ったな。もう一回忘れて忘れて。行くよ。我ら白石戦国武将隊。奥州片倉組剣山オリアンですよ。はい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 、ひげなくんたち。そして、はいはい、宮城川崎慶長兼用施設隊長谷倉常長隊剣山。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。そこの父上と殿、まずは伊達市ゆかりの公園オープン、誠におめでとうございます。おめでとうございます。そして、この地にですね、新しく我が殿政宗公が生みなりました。以後よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。福島、宮城、山形、特区に、武将隊が多い地区でございます。共にですね手を取り合って、いきたいと思います。
せっかくですのでね、白石の PR をさせていただきたいと思います。私、すぐ都内の白石城から参りました。白石城はですね、今桜真っ盛りです。明日が満開、明後日は散りますですので、明日のうちに来てください。よろしくお願いいたします。ところで川崎と川崎はそこで散った桜を見てがっかりすることはないと思う。白石城下で見られる桜は我が川崎町に来て1週間後それから満開となるゆえ、白石城を経由して川崎町においでください。ということで、せがれは白石城に行ってきたか。まだ帰ってないんですよ、今年は。全然帰ってこないよな、お前は。申し訳ございません、勤めが忙しくて。あ、そう、わしも忙しいんだからな。森さん、はい、何でございますか。質問忘れてる。 PR、今白石城では、白石城桜祭りを、何日まででしたっけ。26日まで。400本の桜にぼんぼりをつけて夜9時までライトアップしております。桜にはつけてない。ぼんぼりはぼんぼり。ぼんぼりぼんぼり。いろいろ間違っておりますな。ぐちゃぐちゃやな。皆さん、このお祭りが終わったら夕方から白石城にお越しくだされ、夜の夜桜を見て遊んで帰ってくだされ、よろしくお願いいたしまする。さて、ここの場を借りて皆に周知したきことがござる。来たる6月の6日第22回長谷倉常長祭り開催と決定相なった。ありがとうございます。まあそれに加えて5月6月とは忙しいイベント多々ありますが、今月のこの何か他にイベント確かあったはずなんですよ。5月の3日片倉港祭り、これが白石で行われます。これにですね、5月の3日ですよ、ぜひお越しください。白石城本丸では片倉鉄砲隊の演舞、火縄銃の演舞が午後からございます。これもぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、以上で。それがしたち長谷倉常長隊も参じることと決定いたした。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大変皆様には嬉しい演舞に本日来ていただきましたが、もう一方実はここでご登場いただきたいと思います。続きましては、宮城県仙台市より奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊長谷倉常長様でございます。長谷倉様政宗様、めご姫様、お懐かしゅうございまする。波頭万里の大会を超え、都南豊欲の志を世界へと届けてまいった。メキシコ、スペイン、ローマ、フィリピンへと赴き、政宗様の夢を届けてまいった。拙者が奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊長谷倉六右衛門常長にござる。よはいいです。よはいいです。よろ、よろおかしいですよね。よろ。昔伊達武将隊に足軽のよろくっていうのがいたんですけれども、そのこと言ってるわけじゃないですね。人違い。
回、あ、私六右衛門でございます。よいらないです。うるさい。失礼いたしました。政宗様帰ってまいりました。大義であった。ありがたきお言葉。女子姫様、実はですね、南ヨーロッパでは2万年前から食べられている植物があるんです。おいしい野菜、皆さんも多分知ってると思います。それがですね、この柳川でも育てられてたんですね。知ってます？これアスパラガス。女子姫様、今日はバラのプレゼントはございませんが、アスパラガスを届けてまいりました。ありがとう存じます。じゃあ皆様寂しいんでもっと前に来てくださいよ。皆様どうぞどうぞ。政宗様も、いや拙者今日は一人で参りましたが、こうやって南欧州各地の武将の皆様とご一緒できることが何よりの楽しみでございまする。さて政宗様、実は我ら奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊というのは今年度で6年目と相なりました。ありがとうございます。第6期伊達武将隊の正式な出陣式は4月の25日の土曜日予定しております。この柳川八幡様ともゆかりの深い大崎八幡宮をはじめとする、各寺社仏閣にお参りをさせていただきまして、そしてその後仙台城で夕方からお披露目の新たなる面々を加えてのお披露目の演舞がございます。そしてもう一つ、4月25日に始まるのが仙台城ナイトイベントでございます。夜の仙台城を皆様に楽しんでいただきたいとの思いで、夕暮れの午後5時から7時まで仙台城で我らが特別なおもてなしと演舞をさせていただくというのがナイトイベントでございます。今年は毎月第2、第4土曜日、覚えてください。今手帳を持ってる人は開いてメモしてくださいね。毎月第2、第4土曜日午後5時から午後7時まで仙台城市で皆様をお待ちしております。あ、脱げちゃった。失礼いたしました。そしてもう一つよろしいですか。あ、よいぞ。青葉祭りはご存知でしょうか。ありがとうございます。5月の16、17日ちょうど政宗様の御命日が5月の24日でございますので、その1週間前、仙台の初夏を彩る仙台青葉祭り、勇壮なる武者行列、11騎の山鉾巡行、そしてスズメ踊りの華やかなるパレード、これに実は毎年片倉組の皆様にもご参加いただいておりました。組長小次郎様。でもいや、組長でも隊長でもありがとうございます。今年はご参加、昨年までは定禅寺通りと青葉通りで、はい、拙者が鉄砲を放っておったんだが、今年は、まあ、たまには武者行列に参加しようかなと思っておるので、まあ、行列も少し長くして、甲冑持ってるぞ白石を自慢しようと思って。なるほど、心強いでございます。ありがとう存じまする。ぜひですね、5月の16、17日は青葉祭りにおいでくださいませ。さて、こう喋ってばかりいても体がなまってしまいますので、少し雨もやみました。皆様で動けるようなものを私持ってまいりました。そう、仙台宮城に御在院音頭でございます。知ってる方、あ、知ってる、ほとんど手を挙げてる、ありがとうございます。伊達武将隊オリジナルの仙台宮城の名所名物を歌い込んだ歌でございます。音頭になってますから一緒に踊ってください。わからない人も手動かせば大丈夫ですよ。それでは音楽かけていただきましょうか。ミュージックスタート。音楽の最後に、あー、御在院、御在院という場所がございます。そこに合わせて皆さん御在院、御在院ってやってくださいね。それではまずは1番。
ありがとうございます。長々とありがとう存じます。ありがとうございましたね。可愛らしい演技も参加していただきました。よかったです、ね、一人だと寂しかったですから。いや素晴らしい歌声でした。ありがとうございました。さあいよいよ、最後となりますけれども、先ほど演舞をご披露いただきました山形沖玉愛の武将隊の皆様に登場していただきましょう。お願いいたします。おお待たせた。やろうぜよ。いい踊りじゃった。いや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 楽しい踊りじゃったな。やったさて、いやこれだけ揃うと盛観でございますね。政宗様皆の者を集まっていただいて誠に大気じゃった。大佐付けのございまする。本当、ね、各地からもうゆかりの武将隊の皆様にご登場いただきました。あの中には若干あの柄の悪い方もいらっしゃいました。メロ姫様こう一点でございますが、ご感想はいかがでございましょうか。皆の者大気であった。メゴ姫様ありがとうございます。さあそれでは記念撮影に移りたいと思いますが、ここは伊達市おもてなし隊の政宗様、あの掛け声で、お願いしたいと思いますが、政宗様じゃあお願いいたします。掛け声じゃな。はい、今日は伊達家の縁でこのような皆様に集まっていただいたゆえに縁結びという掛け声で述べますので、皆さんもっと前目はスパラガスのことか。足も太いな。じゃあ、みんな映るようにな。足もここ入ろ。せっかくでございますから、メゴ姫様のお隣などはいかがでございますか。なんか危ないやつがおるぞ。うん、危ないぞ。危ないぞ。お主じゃ、お主。じゃあ、みんなの方のそばで、小指を高く上げよう。小指じゃ、小指上げて縁結びというポーズで写真を撮るぞ。メゴ掛け声を。はい、じゃあ参ります。せーの、縁結び。大丈夫でしょうか。武将隊の皆様、あの腕を酷使されますので大丈夫でしょうか。はい、それでは、記念撮影の方はこれで終了ですが、ステージの最後はやはり勝ち時で締めたいかなと思いますので、それでは政宗様お願いしてもよろしいでしょうか。皆の者、勝ち時と参る。次は小指ではなく拳を掲げよ。武将隊の皆様どうぞ一列にお並びください。よいか、今度はエイエイオーの3回でいくぞ。参る。エイエイオー。エイエイオー。エイエイオー。柳川希望の森公園にて演舞を予定しております。バスツアーの皆様は降りていただいた場所に出発時間に遅れないようどうぞご集合ください。本日は誠にありがとうございました。どうぞ皆様、武将隊の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。政宗様最後に一言お願いいたします。皆の者、縁があったらまた会おう。さらばじゃ。武将隊の皆様が退場されます。どうぞ皆様大きな拍手でお送り
とうございました。